はい、男のロマンライブ、今回はですね、新しく11月3日に公開になったゴジラマイナスワンについて語りたいなと思いまして、ゴジラ界隈でも、有名なプロレス関係の私の、友人と言っていいんですかね、パシンさんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。どうもよろしくお願いします。そんな有名じゃないいや、私はその最初ツイッター始めて、その猪木さん関連のツイートで、とにかく家デビさんとかファシンさんのツイートをずっと毎日楽しく見させていただいていて、そっからの流れで、まあ、木村浩一さんのね、今回の格闘家アントニオ猪木にはアドバイザーとして多大なるご協力をいただきました。本当にありがとうございました。そんな大したことは全くしておりませんのでそれでちょっとゴジラ新作が出たんでですね、ちょっと喋りたいなと思ったんですけども、はい、パシンさんに出てきていただくのが一番いいだろうということで、ちょっとお呼びさせていただいて、まずはこのゴジラマイナスワンについてですね、パシンさんは11月の2日でしたっけ、あれ東京国際映画祭、1日です、ね、1日だから、ちょっと一般公開より前にねご覧いただいて、そうですね、2日前に、はい、ですけど、私も3日の日にゴジラフェスでにぎわってて、日比谷にわざわざ行って、はいはい、見てまいりました。すごい人でした。まずね、非常に大評判でいい、ね、映画だってことで、本当に今評判が良くて、はい、ゴジラファンとしても嬉しい作品ではありますよね、これはね。そうですね、20年ぐらい前はもう本当にオワコン扱いされてましたんで。そうですよね。お客さんも本当に、なんでしょうね、土日とかでも劇場に 4,5 人しかいないみたいな時期もあり、この後ね語りますけど、その昭和のゴジラがあり、その後も何度も何度もゴジラ映画をなんとかってことでね、ずっと続いてはいたんですけど、なんかどうもね盛り上がりに欠けたまんま、ハリウッドにね持っていかれて、逆に向こうから逆輸入みたいな感じになりましたもんね。そうですね、一回、そうですね、10年ぐらい休んでましたからね、それでシン・ゴジラっていうのがね、やっぱり一個前にあって、それの後だったっていうので、この山崎監督は本当にしんどかったと思うんですけど、まずはちょっと映画の本編の話に行く前に、その山崎監督っていうのが今回新しいゴジラを、はい、撮るということになって、そのゴジラファンとして、その山崎監督が今回新作やるよっていうのを聞かれた時に、その正直どういうふうに思われました？正直ですね、言ってめっちゃ悪いですけど、当たり外れのある監督さんだなっていうのがありまして。なるほどなるほど。初期のジュブナイルとかリターナーとかは面白かったんですけど、はい、なるほど。そうですね、ヤマトとかもちょっとあれでして三丁目の夕日も3個目のやつはいまいちだったり、はいはいはい、あとと最近のドラえもんとかルパンとか僕見てないんですけど、ドラクエとかも評判悪いですよね。そう、なんかねえ、その泣かしに来られたりとかされると、ちょっと露骨にドラえもんとかは私も嫌です。そうですね、ちょっと臭みがあるというか、ですよね。で、じゃあやっぱりその、そうですね、期待もあり不安の方が大きかったっていうのが正直なところなんですかね。そうですね、そうなんだっていう感じでしたねなるほどね。ゴジラ・ザ・ライドっていう西武園のアトラ、あれをやってたんで、噂はずっとあったんですよね。うん。あれね。安藤さんの、山崎さんじゃないかな。ああ、なるほど、なるほど。で、やっぱりそうなんだっていう、感じはありました。私実は息子とその西武園のゴジラ・ザ・ライド行ってですね、あれはね、本当に私今まで遊園地で、本当ディズニーランド初めて行った時ぐらいぶりぐらいの、なんでしょうね、子供の頃からこんなのできないのかなって、やっぱできないのかと思ってたのが、本当にできたっていうぐらいすごいんですよ、あれ本当に。僕行ってないんですよまだ。そうですよね、いや、お子さんいらっしゃらないとちょっとなかなかね遠いんでね。そう。本当に大の大人が乗っても怖いですし、本当小さい子供とかお年寄り乗せて大丈夫なのってぐらいちゃんとしてるんですよ。はいはい。なんで、オールウェイズのね、一作目の冒頭にいきなりゴジラが出てきたりっていうね、伏線があって、はい、ゴジラやりたいんだろうな、あと、ご本人もいつか声かかるかなと思ってたらしいですけど、
やっぱりそのシン・ゴジラっていうのがね、あまりにもそのやり尽くす、なんか やりきれちゃったっていうか、すごかったんで、そうですね、まあ、大ヒットしましたもんね。このあと引き継ぐ人は大変だろうなと思ってたら、ここで来るのかって本人もね、言ってましたけど、うん、そうですね、あ、やるんだっていう感じはありましたね、やっぱり。まあ、それを、まあ、経て、その本当にその11月にね、待望のその実際にご覧になった時の第一印象としてはどうでしたか、マイナスは。いや、第一印象は、っていうか、そうですね、2ヶ月前ぐらいですかね、予告が最初、アップになる、はい、うんうん。あれ見てす、あれ想像してたのと違うぞっていう。ああ、そうなんですか。ええ、なんかかなりすごいな、うん。もうちょっとあれですか、そのなんか人間ドラマに重きを置いた、はいはい、柔らかいゴジラみたいなイメージでいらっしゃったってことですかね。そうですね、それと、まあ、映像がやっぱり、まあ、やっぱ怪獣映画って怪獣がどう見えるかっていうのがなんぼじゃないですか。そうですね、っていう部分で言うと、予告見てあれすごいなと。ああ、なるほど。あれ本当に冒頭最初はあの足がね踏みつぶしてるところとかちょっとしか映らなかった、加えるところとか、それでもやっぱすごいなっていうのは伝わりましたもんね。あれひょっとしてっていう感じのあとで一旦で、その後ですね、うん、国際映画祭の前に多分関係者試写会みたいなのがあったんですけど、それで、まあ、そこの関係者とか、うん、まあ、一般じゃない人ですよね、マスコミとかの評判がすごくいいんで、ちょっとこれ期待してもいいのかなっていう感じで11月1日行ってみたっていう感じでしたね。そうですよね、なんか試写の評判がとにかく凄まじく良かったんで、そうですね、僕の記憶だとシン・ゴジラってそんなに良くなかったんですよ。ああ、なるほど、関係社会では、うん、そうですね、 まあ、あんまり漏れ聞こえてこなかったのもありますけど、うん、そんなに前評判高い感じでもなかったんですよね。なるほど。逆に言うとだからちょっと期待しちゃって行っちゃったって感じですよね、それで言うとね。そうですね。でもご覧になって思ってた通りというか、思ってた通りというか、やっぱ怪獣映画って、うん、どうしても怪獣と人間の話って乖離しちゃうんですよね。そこが本当に難しいんですよね。で、怪獣が出てくるとただなんでしょう、傍観してるというかいう展開の映画がほとんどなんですけど、はい、見事に融合してたなっていうのは一つ。そうですね、ドラマ部分と怪獣の部分が本当に一体になってるっていうのは珍しい映画かもしれないですよね。そうですね、そういう部分で言うと、まあ、そこの部分はもうシン・ゴジラより融和してたっていうか、うんうんうん、部分はあったかなっていうのはあります。そうなんですよね、後ほど語りますけど、昭和のゴジラ時代からこれはもうずっと永遠のテーマで、永遠のテーマでしたね。なんか急に人間ドラマのシーンになると全然関係なくなっちゃうっていうかね。そうですね、あとは、まあ、無理やりなんでしょう、怪獣の暴れてる海近くに落っことしてみたりして、なんか無理やりこうくっつけようとしてるんですけど、全然もうなんかわざとらしいというか。そうですよね。それが今回はまあ自然にできてたなっていうのが一つ驚きましたね、うんうん、まず。なるほど。あとはそのどういう、まあいいところからですね、まずは。ね。どんなところが良かったですか、ね、まずあれですね、思ったのがその神木隆之介とか、うん、キャストの皆さん、浜辺美波とか、そのキャスティング、本当人数少ないんですけど出てくる。そうですよね、シン・ゴジラいっぱい出てたじゃないですか、うん、出てくるメンツは少ないんですけど、みんな割とその演技が良かったなっていうのが人、うん、今回多分評判がいいのはこのドラマ部分の質が高いっていうのは大きいですよね。そうですね、退屈見られるっていうのもあります、うん、まあなんかよくわからない、あんまり関係ないよねこの話っていう感じにもなってないっていうところがまず一つと、あとはあれこれネタバレ OK ですか？ネタバレもうしちゃって大丈夫だと思います。時期が時期なの。大丈夫。はい。何より、ま、もう冒頭でジュラシックパークバリのことをやったじゃないですか。はい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 。オート島のシーンでちょっとゴジラザウルスみたいなのが出てきますよね。あれがもうまずあれで驚かされたっていうか、うん、引き込まれたっていうか。なるほど。つかみが良かったなっていうのは一つあります。うんうんうん、でそのままスムーズにドラマ
とこ行って、まあちょっとドラマ長いかなっていうのはありますけど、はい、まあ、うまく融合して、なんでしょうね、バラバラにならずに最後まで終わった。そうですね。ところが良かったですね、まず。まあ、あと、ゴジラが出てくるシーンだと、やっぱり、海のシーン。はい。特に最初の船の戦闘ですか。ね、ええー。ジョーズみたいなとこですけど。はいはいはい。あの辺もすごく映像とか、まあ、俳優さんのリアクションとかもすごく良かったな。はいはい。高尾っていう戦艦を熱戦で破壊して、なんですかね、白熱、放射熱線の光がバーッと、IMAX で見るとあれがまた綺麗なんですよね。私も終わってから気がついたんですけど、こんなに海の中にいるゴジラって初めてじゃないですか、ね、そうですね。初めてです。海って難しいんですよね。難しいですよね。がね、だから新ゴジラの時も最初、尻尾出てくるじゃないですか。はいはいはい。あの辺とかもやっぱり作り物感が、そうでしたね。もう水滴とかがちょっともう、ああっていう感じはあったんで。うん、それが今回は全くなかったっていうのは、やっぱ CG7 年経ってさかなり進歩してるなっていうのは思いました。そうですね。だから水の処理は本当に大変だったっていうのをね、山崎監督もおっしゃってますけど、まあ、これができるようになったっていうところはあるとはいうものの、やっぱかなりチャレンジングなことしてますよね。そうですね。普通避けると思うんですよね。今回陸地に上がってんのって、銀座でね大暴れする、まあ、これゾゴジラっていうシーン、あとはそのあれ鎌倉なんですかね、こう地上に一回上がるんだけどすぐねまた海の中に戻ってね、はい、江ノ島とかあの辺りだと思うんですけど、最後の決戦はもう海の中でずっと話が展開されるっていうのが終わってね、あそうかと思ったんですよね。もともとまあ海から来る怪獣なんですけどゴジラっていうのは、なかなかやっぱり技術的な問題とかがあって、ね、海のシーンあんまり描かれてきてないんですよね。昔はミニチュアで撮ってましたから、そうです、ね、プールで撮ってたんですけど、東方大プールってやつですよね、大プール伝統の手互いの木に打たりあるやつ、どうしても水は波の大きさとかが、はいはい、そうなんですよね、あそこでもう水が大きく見えないっていうのがあるんです、ね、大きさのなんかこう縮尺がおかしいな感じになるんですよね、それがもう何十年経って今回は CG であそこまで表現できたっていうのはすごいなっていうのは思いましたね。そうですね。あとその設定として、その、まあ、今回これ大きなテーマだと思うんですけど、多分シン・ゴジラのやってないことをやるには何をしたらいいんだっていうのを、はい、そうですね、ご本に考えたんだと思うんですけど、設定がまたチャレンジングですよね。一作目よりだから実はちょっと古いんですよね、これ実はね。そうですね、47年ですから、そうですね、7年前の話ですかね。本当に戦争終わった直後で何もないところでっていうのを、まあこれはね、山崎監督オールウェイズとかでそういう時代をね、やるのが得意でいらっしゃるっていうのも、まあ、自分の強さを良さを生かすっていうところもあったんでしょうけど、なんかやっぱりその新ゴジラじゃないゴジラをも自分がやるとしたら何をすればいいんだろうって、なんかすごい考えられて逆に行ったんだっていうのね。そうですね。逆に行ったのがこう、うん、そうしたっていうところはあるね。まあ、新ゴジラは人間ドラマ排除してましたから、うん、あの辺も逆に今回濃密にやろうっていう感じにやってますし。そうですね。だから新ゴジラでまあ唯一に近い批判されたのが、その家族が描かれないのと姿勢の人が全然描かれてないっていうのに関して、山崎監督がそっちに行ったっていうのはありますよね。そうですね。全く逆、まあ、今回は逆に政府が描かれてない、うん、そうそうそう珍しいですよ、初めてですよね多分ね。そうですね、一般市民が戦うっていう、軍隊も出てこないですし、まあ、初代ゴジラも軍隊は出てきますけど、結局一般市民的な芹沢博士が、うん、あれしてるんで、そうですよね、まあ、ちょっとそこは踏襲してるのかもしれないですけどね、うん、まあ、いずれにしろちょっとそういう意味では変わってますよね。だからいや、チャレンジなことするな、その戦後の何もないところをマイナスにするっていうのを最初にコンセプト聞いた時に、ね、いや持つのかなって心配だったんですよね、はいはい、その要は何もないところに出てこられても抗いようないじゃんっていうね。そうですね。いや、最初聞いた時はだから米軍が出てきて米軍と戦うのかなと思ったんですけど、いやそれしか思いつかないですよね。それはやらなかったですからね今回は。まあ米軍もほとんど声でしか出てこないっていう。
ソ連先生が忙しくてそれどこじゃないから勝手にやれって言われちゃうっていうね話ですからね。それもどうなのと思うんですけど、まあなんかいろいろ設定考察によるとなんかね米軍がちょっとこれ絡んでるんで、あのね自ら退治できないっていうのがあるみたいですよね、どうやらね。まあそうですね、介入しない、 あえて介入しないのもあるし、まあ、ひょっとしたら別に設定では描かれてないかもしれないですけど、まあ米軍が出てくると核兵器使うだろうと。そうですよね。となっちゃうと話が終わっちゃうんで、終わっちゃいますし、まあそこは政府が描かれてないから分かんないですけど、その辺の攻防があって結局民間が対処し、まずは対処してみたっていう話なのかもしれないですね。まあそこの攻防をやっちゃうと今までのゴジラ映画でもシン・ゴジラとまさに同じになっちゃいますからね。同じになっちゃいますし、もうだってあれ見たらやっぱゴジラ倒すの核兵器しかないかもなってやっぱ思っちゃうと思うんですよね、人間が見たら。そうですね、普通に考えて普通に考えて、まあ銀座のあれを見たら、いや本当に米軍も核兵器を使うと思うんで戦おうとは思わないだろうっていうねぐらい、今回は本当に怖いゴジラ、まあ、怖いゴジラやりたかったっていうのはねご本人もおっしゃってますからね。そうですね、そういう意味では本当に怖いゴジラをやったっていうのは一般の方が見ても多分本当に怖いっていうのですごいってなるっていうのは分かりますよね。どうしても今まではなんかこれってどこまで本気で見ていいのっていうのが多分普通の人が見たゴジラ映画の感想だと思うんですけど、まあ あれなんですよね、あの木村さんとかとも昔話したことありますけど、特撮もプロレスもある種の見立てが必要じゃないですか。そうなんですよね、その要はどこまでその要は割り切ってどこまで楽しむかっていうところ。そうそう、ロープに飛ぶのはなぜなのって考え出したら見れないところあるじゃないですか。だからそのなんでしょうね、一般の方からするとちょっとどういうふうに見ていいのかわからんっていう戸惑いがあるんだと思うんです。そうですね、それがもう今回のとかはやっぱ垣根取り払われてんなって。そうなんですよね、気にしないっていうか、普通の映画として見ていやーすごい映画見たって思われたっていうのが成功なんでしょうね。そうですね、最後までそれは引っかからずに普通の人でも見えるものを作ってるっていうのは、まあまあ、まあ、シン・ゴジラもそうだったと思うんですけど、今回もっとさらにあれはちょっとだ、映画の作りとしてはちょっと特殊でしたから。そうですね、あのついてこれない人はいたでしょうからね。まあちょっと私会議ばっかじゃねえかっていう人もいるでしょうか。あれちょっとどっちかというとポリティカルサスペンスみたいなところありましたからね、政治。そうですね、そうですね、それを突き詰めてやったっていうと、で今回ね、私単純に私ちょっと意外だったのはこの電車加えるシーンはね、これあの、初代ゴジラからもうお約束なんでそれは加えるわと思ったけど、主人公とかヒロインがあの電車に乗ってるのかっていうのはちょっと私ね、あのうかつにも CM で電車の中から見てたの分かってたのにここに乗ってると思ってなかったんですよ。はいはい、銀座で働いてんじゃないのと思ってて乗ってんのかいっていうのは思いましたけどね。ぶら下がってましたからね、ぶら下がってましたからね。あの辺もうまい作りでしたよね。いや、そうなんですよね、あの中にいるっていうシチュエーションに持ってったっていうのはね、持ってったのもそうですし、あれをやっぱり昔だったら見せる技術がなかったと思うんですけど、いや、あの本当に人形ぶら下がっちゃったみたいになっちゃいますからね。そうですね、人形ぶら下がるか、明らかに合成だみたいな感じになると思うんですけど、そうなんですよね、そこが本当になんか今回は普通の映画と、やっぱりまあ技術力が相当上がったっていう、まあそうですよねことなんでしょうね。まあなんか昨日アメリカでプレミアム、あ、はいはい、世界でねやったらしいんですけど、まあ、そこでもやっぱりあの映像はすごい、アメリカ人が見てもすごいっていう評価だったみたいなんで、まあ、今までずっとその日本の VFX はお金がないからしょうがないっていうのをね我慢してたのがようやくなんかこう肩を並べられるようなレベルのもの。そうですね、ここやっぱさすが VFX 作家としての意地というかね。でもあれなんですよね、向こうはそれこそ200億かけて作ってるのをこっちは20億で作ってるわけですよね。いや本当にそうなんですよ、パイが全然違いますからね。でやっぱりあの向こうで何がお金かかるかっていうと、まあそんなにゴジラ映画ってハリウッドでやってるやつもそんなにギャラの高そうな人出てないじゃないですか、はいはい、だからやっぱ CG なんですよね。なるほどね、そのコストをここまでお金ない中で、あの映像ほぼ
等ぐらいのものを作っちゃったっていうのはすごいですよね。そこは本当にね、評価に値する部分ですよね。そうですね。だからグローバルでまあ展開された時にどういうね評価になるのか、まあ、今回ちゃんと家族も描かれてるし、家族のために戦う映画だからアメリカ人にも分かると思うんですけどね。そうですね、まあ、シン・ゴジラって日本のそのやっぱりちょっと特殊、ある種特殊な官僚組織というか、うん、あの辺をメインに描いてるからとっつきにくいところはあると思うんですよね、あの日本人じゃないと。あとやっぱりそのハリウッド映画っていうのも絶対家族のためにっていうのがね、もう全部の映画が、そうね、出てきますよね。そこが全くないと多分向こうの人からするとこれは何なのってなっちゃうんでしょうね。きっとね、なっちゃうんでしょうね。家族だ友人だって必ず出てきますね。そうなんですよね。でもあとちょっと私は全然実はこの辺明るくないんですけど、そのミリタリーに関してもすごい一部の人が喜んでましたね。あの接収された日本軍の船が戻ってくるっていうのが胸熱だっていうのが、ね、はいはい、私もあの辺は明るくないんでよくわかんないですけど。そうなんですか。いや、なんかすごいあの戦艦好きな方、飛行機のね、この飛行機は特にまあ、レアなやつを持ってきましたっていう、実在でも1台しかなかったみたいな飛行機ですよね、これね。そうですね。いや、これあのプラモデルも前から出てて、あそこでも売られてましたけど、なんかね、改めてなんかこうタイアップ、改めてなんかタイアップして出るみたいですね、うん、いや、これでも本当にどう見ても後ろと前逆だろうって飛行機ですからね。そうですよね。何回見てもなんかどうも違和感があるっていう。これが何が優れてるのかよくわかんないですよね。なんか実際はめちゃくちゃ取りにくい飛行機で、あの、あんなことできないらしいですけどね。どんだけ敷島腕がいいんだっていう。なるほど。らしいですけど。どうなんですか、その逆にその、うーんっていうところありました？うーんっていうのはですね、まあ、あの、電報がどうのとか、伏線があるじゃないですか。はい。確か電報を出品する前に受け取ったりしてますよね、はいはいはい、あの隣のおばさんが、うん、はい、あれあそこで見せる必要あるのとか、うん、そういう細かいツッコミはちょっと気に最初はですね ありましたけどね。ですか、その実はのりこが生きてるみたいな伏線。そうですそうです。あ、はいはい、あの伝票の時点で分かっちゃうじゃないですか。分かっちゃいますよね。あと、あの、私、脱出装置つけてんなっていうのも結構早いタイミングで、あれもちょっとすごく分かりやすく匂わせてますよね。匂わせちゃってますね。あ、これ、いるのとかってね、そういうのはありましたね。で、助かって、まあ、のりこが生きてて、ああ、ハッピーエンドにするんだっていうのがまず思ったんですけど、ただその最後にのりこのその首にね、あの、があってっていうのは、あれはちょっと、お、なるほど、ハッピーエンドだけじゃ終わらせないんだなっていうのはちょっとやられたなと思いましたけど、逆に。あ、あそこは良かったと思います。うん、怖かったですよね。まあ、だって。まあ、だいたい、もう最初のゴジラからそうですけど、ハッピーエンドで終わらせないですかね。そう、あの、大体匂わせて終わらすっていうのが常なんで。最初のゴジラも一匹だけとは思えない。じゃないみたいな。はい。いや、あの、ぜひね、その後も見た人は一作目を見ていただきたいんですけど、私も結構大人になってから一作目をちゃんと見たんですけど、はいはい。もうあの、恐怖映画だし、戦争映画だし、うちの子供がね、あの、今までいろいろ昭和のゴジラ見てたのに、ええ、一作目見た時だけ、お父さん、このゴジラは本当にいたのって言ったんですよ。なるほど。あの、なんだ、ニュース映像を見たみたいな。うん、そうですね。白黒だしね。ニュース映像。なんか、で、あれでやっと分かったんですよね。その戦争が終わって、戦争をくぐり抜けてきた人たちがゴジラを見たら、もうあれを思い出して怖かったんだろうなっていうね。うん、東京大空襲なんですよね、うん、ゴジラがね。そうですね。東京大空襲なんですよね。で、お父さんのところに行くのよって言って、お母さんが子供たちとこう覚悟するシーンとかが、うんうん、いや、あれはいたたまれなかっただろうなと思って。うん、まあ、当時はもっと切実でしたでしょうか、ね、そうだと思うんですよ。本当に焼かれたことがある人たちですからね。そうですよね。それでそのシン・ゴジラやった時に庵野監督がそれをその我々の知ってる恐怖ってことでその東日本大震災とか福島の原発に置き換えたっていうのはすごいなと思ったんですよね、はい、なるほどって、これは身につまされるっていう、だからあのシン・ゴジラがあの口全開にしてこう焼く時にゴジラ映画見て初めてもうやめてくれと思ったんですよね。はいはい、あそこはすごかったですね。だからその安野さんがやろうとしてたのはその当時の円谷さんたちがやってた時に観客が感じたことをもう一回感じてもらうには自分は何すればいいんだと思ってやられたんですよね。そうですね。で今回のやつはその
そのシン・ゴジラじゃないゴジラをやるにはどうするかっていうのがテーマで。そうですね。かつ怖いゴジラをどうやるかっていうので、まあ、まずはあの時代に設定持ってったんだと思うんですけど。で、私はちょっとうんっていうところはですね、実はまあ、前まからね、いろいろそのいいって聞いてちょっとハードル上げすぎちゃって言ってたっていうのはもちろんあったんですけど、なんか見た後にモヤモヤしたんです。で、率直にシン・ゴジラとこれだとどっちが好きですっていう話なんですけど、うん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 、私はねシン・ゴジラの方が好きなんですよね。なるほど。で、何のなるんだろう、なんでここまでのものを見せられて満足してないというか、なんかなんでなんだろうと思った時に、シン・ゴジラの方がなんかこう、なんでしょう、もうありとあらゆる手を尽くして最新兵器全部ぶつけて戦うじゃないですか。はい、はい。だから、ゴジラマイナスワンはそのもう時代が時代だけにぶつけられるものもそもそもないしね、どうしてもこじんまりになっちゃうのはしょうがないんですけど、だから、なんか、いいとか悪いとかじゃなくて、好きか嫌いかで言うと、あれです、4.19 と 8.8 の猪木藤波戦、どっちが好きかみたいな話だと思うんですよ。はい。はい、はい。で、ああ、俺はシン・ゴジラの方が好きなんだって改めて思ったんですよね。うん、うん。で、わかりますそういう人って少ないのかなって実は思ってたんですけど。そんなことはないんじゃないですかね。あれ、うん、僕はあれなんですよ。その、まあ、ロックとかで、ロックミュージックで言うと、うん、シン・ゴジラはリズムだと思うんですよね。ああ、なるほど、なるほど。で、こっちは、マイナスワンはメロディーじゃないかと思ってて。ああ、なるほどね。その、まあ、ちょっとメランコリーなところとか。なるほど、なるほど。心情に訴える。シン・ゴジラはもう本当にリズムで畳みかけるように、特に前半、その、あれですね、東京火の海にするまではもう、すごいリズム感ですよね。うんうん、ある意味、そういう、なんか情緒を排除してるとこありますよね、あの監督ね。そうですね。そうですね。うん、まあ、ちょっと、途中情緒的になったりはするんですけど、基本的にはもう、もう息もつかせず変拍子のようなリズムをずっと続けてる映画だなっていう、はいはいはい、だからリフの映画ですよね。そうですね。こっちは旋律が美しいっていう、はい、そうですね。こっちはまあメロディーで勝負してるのかなみたいなところがあって、なるほど。まあ本当それも好き嫌いはありますよね、うん、やっぱりビートルズがいいのかストーンズがいいのかっていう。そうなんですよね。そうなんですよね。だからなんか、ね、でリズムの人はやっぱストーンズじゃないですか。リフがかっこいいっていうね。リフがかっこいい。なるほどね。そうか、なるほど。引っかかるドラムがいいとか。で、僕もストーンズ派なんで。うん。基本的にはシン・ゴジラの方が。あ、そうなんですよね。ただもう、いや、なんでしょう、うん。本当に些細な差っていうか。いや、本当にそうですよね。まあ、一番最初見た時はもう少し差があったんですけど。ああ。だんだん、じゃあ何度もご覧になって。そうですね。だんだんその、引っかかる部分がそんなに引っかからなくなり、なるほど。逆に見せ場の映像の凄さが心地よくなり、なるほど、なるほど。になりましてですね。まあちょっと音楽の使い方も上手いですし、あとあれですね、シン・ゴジラって音響が良くなかったんですよね。ああ、そうですかね。なぜかというと、まあ庵野さんがこだわって、昔の音源を使ってたんですよ。ゆべさんの曲はもうそのまま使ってましたもんね。そうですね。あと爆発音とか、はい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 、ああいうのも全部昔の効果音なんですよ。そうですね。その特撮にこだわったっていうところだと思うんですけど。オマージュがね。それを今の IMAX とかでいい劇場で見ると、あ、確かに。前、結局音は前からしか聞こえないっていう。せっかく後ろにもあんのにね、スピーカーが。左右のスピーカーからしか聞こえない。で、ほとんど中央に寄ってるっていう状態になるんで。だって、物元がね、モノラル音源ですからね。そうですね。なんで、まあ、そういう今、現代のいい視聴環境で見ると、こっちの方が迫力があるなっていうのは、一つ感じちゃいましたね、やっぱり。やっぱり銀座に初めて全身出てきて、ゴジラっていうところの福部さんの音響がフルで、最新録音で流れた時は、ああ、ゴジラ映画見てるって感じでしたもんね。そうですね。いや、本当にそこは最高に良かったですね。あと重低音の凄さとか、ゴジラの方向とかも、これ、なんか聞いた話だと、千葉のマリンスタジアムに、初代ゴジラの鳴き声を、でかいスピーカーで流して、それを録音したのを使ってるらしいんですよ。そうなんですか。今の要は最新技術で録音してるんだ。
そうです、そうです。だから、あの、まあ、もうナチュラルなサラウンド感。ああ、作り物じゃないね。ええ、それをわざわざやってるっていうのを聞いた、あ、なるほど、すごいなと。すごいですね。確かに、あの鳴き声の迫力とかは、まあやっぱりちょっと音響的なことで言うとシン・ゴジラよりはこっちの方が上かな。なるほど。まあちゃんとその辺をアップデートしたってことですね。そうですね。まあだから本当に些細な差というか、もう好みの問題。そうですよね。ありますね。まあ、ゴジラの造形、姿、はい、形は、僕は断然シン・ゴジラの方が好きなんで。あ、そうなんですね。ええ、その差ですかね、僕の場合。いや、なんかシン・ゴジラの方が好き、点数つけたとき高くなるとしたら。なんかその初代をちゃんと取り入れてるんですけど、まがまがしさとか神々しさみたいなのがありましたからね、あのゴジラは、シン・ゴジラはね。そうですね、あれは本当にすごいセンスだなと思いましたよ、最初。得体の知れなさっていうのがすごかったですね。ええ、何考えてるか分かんない。いや、本当に。生き物なのかどうなのかっていうね。そうですね。こっちはちょっと何でしょうね。やっぱりちょっと、造形的なことで言うと、ちょっと首短いなとか。はい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 。ちょっとハリウッドっぽいですよね、だからね。顔が犬っぽいなとか。あ、なるほど。そう、あとでちょっと そういう不満が。顔の話もお聞きしたいんですけどね。なるほど。背びれでかすぎるとか。背びれでかすぎます。ただ、私、背びれでかすぎるのはずっと気になってたんですけど、あれがなんか引き金になってるって、あのアイディアはすごいと思いましたね。はい、はい。あの演出、尻尾からこうだんだんカウントしてって、最後のやつがジャキーンって入ったら出るっていうのが、なるほどっていう、そういうのもあってでかくしてるのかもしれない。そうだったんでしょうね。この発想はなかったなって、今まで誰も気づかなかったね、考えつかなかったんだなっていう。あれは良かったですね。良かったですね。いいアイデア。だからもう本当それぐらいの差ですよ、僕は。あとね、私ね、ちょっとこれはどうなのか、ちょっと自分でもあれなんですけど、四季島のキャラクターが、ええ、卑怯すぎるというか、卑怯すぎる。もう序盤で、まあ、特攻行きたくなくて逃げてきたっていうのは、まあ、まだ許すとしてもですよ。その後、仲間がみんな見殺しになってるのに、こう、撃てないとか、で、帰ってきて、まあね、罵られて、なんで帰ってきたのって言われてっていうのは、まあまあそこはまあドラマなんであれなんですけど、その後この整備するしてくれる方を呼ぶのに、なんか手紙出すのにデマ流してっていうのが、はい、あれ絶対やらないと思ったんですよ。その自分がもしそうだったとしたら、そんな卑怯な手使ってまで呼ぶかなって思って、どこまでこいつ卑怯やねんって思ったんですね。それがね、すっごい実はモヤモヤしちゃって。なるほど。いやだって僕は卑怯なんで大丈夫でした。いや、その今の人間、今の現代の人間が考える、それは特攻兵だって死にたくない人だっているよっていうのと、当時のその一億総ね狂乱時代に生き延びちゃったっていう人のその罪悪感とか嫌悪感というかね、自分に対する存在意識って多分、計り知れないぐらい強かったと思うんですよね。で、そうですね。なんかね、今の人が考えた、なんか、いや、それは生き延びたい人だっている、いるじゃんって、それ当然じゃんみたいなのが、ちょっとね、なんか、腑に落ちなかったっていうのがあって。なるほど。なんで、挙句に最後、こう、パラシュートで、飛んで生き返って、生き残るっていうのがね、なんか、結局死なねんかいって思っちゃって。だから、あれが卑怯なゆえんですよ。そうそうそう。だからまあね、そういう人の映画ですから、しょうがないんですけど、そこはね。なんか、調節版出てるんですよ。はい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 。その辺で、その辺の心情のこと、もうちょっと丁寧に、はい。いや、そう、なんか映画だと多分、はしょられちゃっててね、なんか。まあ、どうしても、はしょらないとくどくなりますんで。うん、そうですね。なんかね、なんかその辺、申し訳ないんだけど、なんか、四季島、こいつってずっと思いながら見ちゃって。まあ、卑怯が卑怯じゃないかといえば、やっぱり卑怯なんですけど。で、その紀子がこう、身代わりになるところも、なんか、いや、お前だろうって思っちゃったんですよね。生き残るのお前じゃねえだろうって思っちゃって。あそことかは、まあ、あれですよね、本当に。二人で入りゃいいじゃんっていうのもありますよね。そう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 。なんでお前助けられてんねんとか思っちゃったんですけど。まあ、これ多分一部の人の感想かもしれないですけど。ここら辺を突っ込み出すと、いや、まあね、そうなんですよね。そうなんですよ。というのもありつつ、
僕はもう、いや、もちろんもちろん、税ですね、これは。いや、税というか、もう本当にね、リスペクトというか、感謝しかないんですけど、こんなものを日本に、よく、シンゴジラのあの、後にこれを作ったなっていうのは、本当に思います。いや、やり尽くされちゃってね、誰も手出せなくなっちゃってましたからね。ねえ。まあ、この山田、怪獣映画であんなにヒットしたのないですからね。まあ、最初のゴジラとかはすごかったですけど、キングコング対ゴジラとか。その後はもう全然及ばないわけですから。結局ね、一部の好きな人が見る映画ってなっちゃってますからね。そうですね、もう、プロレスと一緒ですよ。いや、本当そうですよね。わざわざ好き好んで見に行くっていうね。そうです。でもまあ、山田裕貴君のなんかこう、戦争に行けなかった人とのなんかね、あれとか、あの辺はなんかうまく描かれてたなと思いますし、うん、まあ、佐々木蔵之介がね、ちょっと熱すぎるとかいろいろ言われてますけど、まあちょっと大げさです、うん、狂言回しみたいな役柄なんだと思う、ね、そうですよ、ね、私は吉岡秀隆がまあ、あの、ね、何やっても同じけど今回はハマってたなっていう、私あの役柄、吉岡秀隆さんとその神木隆之介さんがこう新旧吉岡秀忠みたいなイメージがあったんで、なんか今回こう2人が揃ってんのが嬉しかったんですよ。なんかあーなんか並んでるわっていう役のなんかね、なんか似てるんですよ、なんか感じが。だからすごいそういう意味で言うとあれでしたし、うん、今回吉岡秀忠さんの役はね、なんか良かったですよね。そうですね、若い頃の吉岡秀忠があの卑怯なことをやってても全然しっくりそうなんですよ、純君みたいでしょ、なんか北の国からの純はもう卑怯ですもんね。そうなんですよ、あの基本そこが魅力ですから彼の。でそういう意味で言うと今回はあの全部それを神木くんがねやってくれたっていう、あの汚れ役引き受けてくれた。純だと思えば違和感ないと思う。純だと思えばいいっていうね。最後パラシュートで降りてきても純だったらそうそういうことですよ。いや本当そうですね。いやでも、いやよくぞ。でまあその山田監督もご自身もおっしゃってますけど、その次のゴジラ別に自分が撮らなくてもね、なんかいろんな監督が自分のゴジラっていうのを一本ずつ作っていくのもいいんじゃないみたいなことをおっしゃってて、なるほどと思ったんですけど、でもなんか続編めちゃめちゃありそうですよね。あ、山崎さんが撮る、うん、どうなんですかね、この世界観でやるのかどうかも。うん、その安野さんはやらなかったじゃないですか。また撮りたいみたいなことも言ってますよね、うん、安野さんはやらなかったじゃないですか、シンゴジラの逆襲はね。結局まだやってないってことですけど、いやなんかやったら多分ちょっとこうやんなきゃよかったのにっていうのもあるのかもしれないなと思ってて、うんうん、難しいとこですよね。見たいけど見たくないというか。でもこの後誰撮るんだっていうのも難しいですよね。いや、そう撮る人いないんですけど。あ、安野さんと山崎さんで2人で回していくのか、それともまた第三の人がいるのか。いやね、そうなんですよね。その結局今までのゴジラ映画ってゴジラを撮るか、あとはゴジラと何かをね戦わせるかっていうどっちかしかなかったんでね。そうですね。で基本的に昔のゴジラって東方のお抱えの監督みたいなのがずっと撮ってたもんね、うんうん、あの VS シリーズってやつもミレニアムとほとんどちょっと金子修介とかあの北村隆平とか外から呼んできたのも ありましたけど。そうなんで次はちょっとその新ゴジラマイナスワン、昔のゴジラれて昔のその一連の29作あるゴジラシリーズの中で、はい、まあ、好きなやつおすすめみたいな話をちょっとしたいんですけど、好きなやつっていうとどれなんですか。いや、もうあの別格なのがやっぱり一番最初のゴジラですよね。やっぱあれは本当そうなんですよね。最初にして最高なんですよね。これをですね、僕リバイバル上映っていうのが83、4年頃ありまして、あの84年にゴジラ復活してるじゃないですか。はいはいはい、そうですね。あれの前にその軽いゴジラブームみたいなのがあって、うん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 、全国の劇場でこの昔のゴジラをリバイバルで上映してたんですよ、ね、なるほど。でそれをであのこの54年のゴジラを最初に見まして、はい、劇場で、うん、ですごく衝撃を受けたっていうのがあるんです。いや、そうなんですよ。私もだから1作目飛ばして2作目も飛ばして次から見てるんですよね。だからあ、キングコング対ゴジラ、うん、そうなんです。その辺ぐらいからほらあちこちでなんだかんだで見るじゃないですか、はい、カラーだしテレビでもやってたし、で改めて1作目見ると本当になんかテーマも深いし、なんかあの祈りの歌みたいなのが流れたりするシーンとかって、まあ、本当なんか
まあ、すごいですよね。戦争のなんかニュース映像を見せられてるみたいなぐらい身につまされるんですよね、うん、なんかね、日本人は。うんうん、まあ、実際、あの、桜田さんとか、パーティーモモコとかも、本当に新人なんで、演技とか、あまり良くないんですよね。志村拓さんが群を抜いてるだけで。そうですね。なんだけど、見れちゃうし。すごいですよね。やっぱ54年のゴジラ。まあ、何でもそうですけど、やっぱり。まあ、何でもそうなんですけどね。一番最初のやっぱり超えられないっていうのは映画の常ですよね。あとやっぱそのモノクロであるっていうのもやっぱ大きいんだとは思うんですけどね。ああ、そうですね。カラーだったら多分チャチかったんだと思うんですけど。そうですね。本当に怖いし。モノクロであることのリアリティみたいなのがありましたんで。そうですね。これがやっぱり一番、はい、この。で、あの、一番最初に見たのは、あの、このキングコング対ゴジラ。はいはい。これをですね、昔あの 東宝チャンピオン祭りっていう、はいはい、私もそうなんですよ、リバイバルで見たの。あのリバイバルでこれを最初に見たんですよね。ちょっと短いやつですよね、だから。そうです ね、ちょっとここでキングコング対ゴジラとかモスラ対ゴジラを見たんで、うん、まあ、この辺が原体験みたいなもんですよね、うん、で実際この2作は本当によくできてるんですよね。そうですね、ええ、なんでこの後好きになっていろいろ見たんだけど、なんかどれもうんっていう、あのうんっていうね。いや、そうなん、最初にこの辺見ちゃうと、そうなんですよね、だんだん劣化してんだなって、だんだん劣化していくんですよね。まあ、子供にも分かっちゃう。キングギドラとかがね、その造形的にガイガンとか単体で見ると素晴らしいんですけど、はい、はい、かっこいいです。なんかもったいないんですよね、なんか ね、っていう。まあ、しょうがないといえばしょうがない、しょうがないんでしょうけど、そのチャンピオン祭りの頃に、このキングコング対ゴジラとかのリバイバルと同時に、このゴジラ対メガロとかやってたんですよね。ああ、はいはい。そうですね。春はキングコング対ゴジラで、夏はゴジラ対メガロみたいな。新作でね。そしたら、やっぱ子供が見ても、うん、子供が見ても、なんだよゴジラ対メガロってなるんですよ、ね。明らかに劣化しちゃってますもんね。バカにしてるのかっていう。いや、本当にあの子供魂もいい加減にしろっていうね。子供が見ても なんで僕この辺のは実は世代なんですけど印象悪いんですよ。いや、そうだと思いますよ、絶対。ヘドラは怖かったんですけど。そう、ヘドラはちょっと異色でしたね。あれは怖かったんですけど、このガイガンからメカゴジラの逆襲まであんまり印象良くないんですよ、ね。良くない、低予算でしたしね、なんかね。合間合間にこのキンゴジとかモスラ対ゴジラとかリバイバルの方をね、地球最大の決戦とか見させられてたんで、うん、こっちの方がいいよなっていう、こっちの方がいい、なんか雰囲気もなんか絵も ね、質感もいいんですよね、なんかね、なんとも言えない味わいがあって、で、まあそれは子供の頃の話なんであれなんですけど、うん、それで途絶えてたのが、さっきお話したようにリバイバルでゴジラ見て84年、そこで本当にファンになったっていうか、ああなるほどなるほどっていう感じですかね。で、満を持して出てきたのは84年の、うん、あのゴジラなんですけど、うん、あれはまあちょっと今見ると年を経てだんだん好きになっていったんですけど、当時はちょっとがっかりしましたね。はいはいはい。なんかね、なんかペカーっとしちゃっててね、なんか、ね、なんか神器臭かったですし。そうなんですよね、なんかね。当時は、今は割と好きなんですけど、うん、まあ当時はちょっとがっかりして、で、5年ぐらい空いたんですかね。それでビオランテですかね。あ、ビオランテね、はい。これは好きでした。ビオランテは好きな方多いですよね。ビオランテもまあおかしなところいっぱいあるんですけど、ね、ドラマ部分はちょっとね、ひどいです、ね、安いところっていうかいっぱいあるんですけど、まあまあなんでしょう、いろいろチャレンジしてますし、うん、ゴジラの造形もかっこいいし、うんうん、これはだからまあ なんでしょうね、センスオブワンダーに溢れてる感じがして好きでしたね。まあその後はあんまりがっかりさせられることが多くなってくるんですけど、ですよ、ね、もう大人になってたっていうのもありますし、いや、そう、なんかちょっと精神に耐えないものもいっぱいありましたもんね。で一回まあデストロイヤーで終わるじゃないですか、はい、でその間にガメラがあったわけですよ。そう、ガメラ3部作があってからのミレニアムなんですよね。そうだ、そうなんですよ。それでこれかいっていうのがね。そう、そうです。ええっていう。もうええっていう。ちゃんとやってよ東宝って思いましたよね、本当に。っていう感じだったんですよね、本当に。で、まあ、その後ミレニアムシリーズっていうので、2000年代続いていくんですけど、まあこれも、あれですね、いわゆる GMK。
大怪獣総攻撃って言われて。っていうのはすごい評判いいですよね。これは、この辺りの中では僕も割と好き。うん、私も、これはなんか見て面白かったですね。途中までなんですよね。急に後半だれるんで、これは。はいはい、残念、もったいない作品なんですけど、途中まですごく。ここら辺ぐらいまではすごいいいんですよね。横浜の辺りぐらいまでは。まあでも今回のマイナスワンは結構これはなんかオマージュしてますよね。最後突っ込んでったりとか、ね。そうですね、うん。水の中だったりね。山崎監督もこれが好きだったっていう話。結構オマージュされてますよね、これは。ね、なんかね。まあ、その後は、何も言えないやつが続きまして。そうなんですよね。ちょっとね。劇場もお通夜になってましたし。まあ、メカゴジラぐらいまでお客さん入ってたんですけど。なるほど。この東京 SOS っていうのとファイナルウォーズはもうお客さんも減っちゃってなんかもうほんと元気なくなってましたね、このコンテンツみたいに。で、すごい間が空いてハリウッド行っちゃって帰ってきてシンゴジラですからね。そうですね。だからやっぱりシンゴジラを見た時っていうのは本当になんかすごいな。いや、なんで、10年間が空いて確かハリウッドゴジラなんですけど、うん、ハリウッドゴジラはだから一番最初のやつは僕はやっぱすごいな、ハリウッドって感じでしたね。あのトカゲのやつですよね。ええ、ええ。あ、トカゲの置いといて。トカゲのやつはあれですよ。98年だから。あ、そっかそっか。デストロイヤーとミレニアムの間です。そっかそっか。その後が、そっか。あのゴジラ。僕はあれも好きですけど。あの一作目の、あれは良かったですね。渡辺謙さんが出てくるやつですよね。はいはい、うん、そうです、うん。で、まあ、シンゴジラ、見て、まあ、もともとエヴァンゲリオンも好きだったっていうのはありますし、はい、で、平成カメラやってた樋口さんも、そうですよね、満を持っていうことだったんで、これは本当に見る前から期待してました。うん、やっぱ期待通りでしたよね、シンゴジラはね。期待以上でしたね。ええ、以上でした。いや、本当になんか見たかったゴジラをやってくれたっていう、なんか、みんな思ったと思うんですけどね。でも、もう、これができちゃったから、また昔みたいに、10年、20年と、がっかりする時代が続くのかなと思ってたんですけど。なるほど。今回そんなことはなく、今回。だから続けてですからね、言ったらね、時間は空いてますけど。そうですね。間に、まあ、アニメとかで実験してたのも良かったのかな。はいはいはい、はい。まあ、そっちの話をしだすと悪口になってしまう。いやー、まあ、なんかこのゴジラっていうのは、これは、何なんでしょうね。男の子しか分かんない部分もある。そうですね。どうなんでしょうね。まあ、僕はプロレスもやっぱアントニオ猪木しか好きじゃないんですよ、うん。プロレスが好きなわけじゃないところがありまして、うん、特撮の方も特撮が好きなわけじゃなくて、ゴジラが好きなんですよね。あ、なるほど。まあガメラも好きですけど、うん、まあ要は怪獣、巨大怪獣映画が好きなんですよね。うん、なんで、仮面ライダーとか、まあ、あんまりウルトラマンも全然ハマんなかったし。なるほど、なるほど。ちょっとそういう、偏ったところがある人間なんで。ただ、最初にね、お話したように、なんかゴジラ映画っていうのは、ある程度、なんかこう、見立てがある人が、半笑いで見るみたいなところがちょっと、ね、そうですね。あったのが、なんか、本当にシン・ゴジラとマイナスワンは、本当に一般の人が見ても、映画として見てもらっても、ね、そうですね。いう時代になって本当に、まあ、あれだけヒットするっていうことは、特撮ファンだけじゃ到底無理。そうなんですよね。だから、多分そういうのが好きなファン、興味のある人だけだと、多分ハリウッドのゴジラって、日本だと20億とか30億しか行ってないんですよね、興行が。だからその辺が限界だと思うんですよ、多分。それを上回るぐらい動員するっていうのは、やっぱシン・ゴジラとか今回のやつみたいな作りじゃないとダメなんでしょうね。そうでしょうね。やっぱり出てらっしゃる俳優さんもね、朝ドラで出てる2人だったり、まあ、たまたまでしょうけど、うん、してるから、やっぱそれで、いや、この間日比谷に行った時も、ゴジラ何年のイベントって、一般 の, そのたまたま日比谷に来ちゃった、はい、お金持ちそうなおばさんたちが、ゴジラのなんかイベントやってるわよってなって、真っ先に言ったのが、神木くんのやつねっていうね、うん、そういうのって大事じゃないですか。大事ですね。浜辺美波出てるんだよねとかね。そうですよね。やっぱそういうメジャー感っていうのもやっぱ大事なんで。だから多分シン・ゴジラの時もエヴァンゲリオンの方がメジャーなんですよ。いや、そうですよね。完全に。だから、アニメの好きな人も
見に来たと思うんですよね。まあなんかそうやってこう少しでもこうね、感情線の外側に広げていこうっていう。便利論。ね、なんか多分、庵野監督も山田監督もそういうのをやらないと、ね、この特撮というか、この世界が広がらないっていう危機感もあってやってらっしゃるんでしょうね。あ、そもそもやっぱり普通の映画と比べるとお金かかっちゃうっていうのもありますからね。お金かかってペイしないっていうのもあるけども、ねえ、なんか下手なことするとすごい叩かれるし、今海外にいっぱい敵がいますからね。ね、度胸がいりますよ。あれと見比べられちゃうっていうね、どうしてもあるんで。そういう意味で山田さんは今回すごい仕事したなと思って。いや、本当そうですね。結構多作な監督さんですよね。でもね、インターバル短いですもんね、作品ね。そうですね。なんか次今回はでも結構準備期間かけた、やっぱりおっしゃってましたけど、本丸っておっしゃってましたからね、東宝でもね、ゴジラ映画っていうのを ね、言うのがあって、これを任されるっていう責任感は大きかったでしょうし、まあ、立派にでもやり遂げられたの。あの山崎監督の当たり外れが大きいのは制作ピッチの問題もあったと思うんですよ。ちゃんと時間かければちゃんと時間かけてないでドラえもんとかいろいろやってたのもあるんじゃないかと思うんですよね。まあそうでしょうね。庵野さんと山崎さんの会話で面白かったのが、その特撮なのか VFX なのかってやっぱちょっと羊が2人違うんですよね。はいはい、だからあれはよくわかります。山崎さんはやっぱ VFX の世界でやっぱり世界とね、ごしたいっていうのがあって、今回でも見事にそれをね見せてくれたので、だからあの2人、5つ6つ違うんですかね、年ね、うん、ですんでやっぱりちょっと一回りに近いというか、庵野さんはやっぱり特撮、そうなんですよね、ウルトラマンにしろ東方の怪獣映画にしろ特撮で育ったんでしょうけど、やっぱり山崎さんはその後出てきたその未知との遭遇とかスターウォーズとかね、スターウォーズそっちだっておっしゃってましたもん ね、うん、ああいうのを見て衝撃を受けてるんで多分違うんでしょうね。違うんでしょうね。でもなんか全然今回は本当のゴジラ好きの方が見てもちゃんとゴジラだったっていうのはね。そうですね、うん、まあ、まあ特撮魂みたいなものはやっぱり、うん、いや、うん、感じますね、の方に強く感じますけど、うん、それがそんなに尊いものなのかみたいなところもあります。いや、そうだから庵野さんのあの巨人兵東京に現る見た時に、はい、これ悪い方の特撮魂が出ちゃったなと思ったんですよ。はい、あれダメなんですか。うん、なんかそのいやこれをやってほしいんじゃないんだよなと思っちゃったんですね。その見るからにミニチュア、見るからに特撮っていうのが特撮だって言って開き直られるのがどうもやっぱ本物に見えてほしいっていうのがあって、あれを喜んじゃうのが僕らです。でもシンゴジラになったらちゃんとね、あのやってくれたんで、あ、ちゃんとそこは分かってらっしゃるんだ、ゴジラやるとなったらこうなるんだと思いましたけどね。まあでもシンゴジラの時もあっちの手法で撮ったらどうなんだろう、それも見たいなみたいに思っちゃいました。なるほどね。僕らはいや、あれはやらなかったんだよなと思ったんですよね。やれたんだと思う、やりたかったと思うんですけどね。まあ、あれ、うん、あれは極端にしろ、まあそのなんですかね、ガメラ3の渋谷はすごいじゃないですか、すごいですね、ミニチュアで着ぐるみであの感じでやったらどうなんだろうっていうのはありますよね。なるほど。そう、シンゴジラ、まあもう今はそういう時代じゃないんでしょうけど。ちょっと意外でしたもんね、シンゴジラが CG でやるっていうのはね。そうですね、着ぐるみだとばっかり思ってました、ね、ええ、でまあちょっとこの顔についてもね、はい、その造形、まあ、ガレージキットなんかね、先ほどお話聞いたら結構早くからやってらっしゃって、あ、まあ20年ぐらい前ですかね。そしてまあネットでホームページ作ったりなんかブログやったんで、ええ、そのゴジラの顔で好きな顔ってどれなんですか、新さん的には。これはもうあれですね、やっぱり初代ゴジラと、うん、キンゴジと、おモスゴジ、はいはいはい、それからあれですね、美容ゴジ、シンゴジラですかね。ああ、はいはいはい。一作目は結構耳があって恐竜っぽいんですよね。はい、作恐竜というよりですね、これ人間というか猿の顔が入ってるんですよね。あ、なるほどなるほど。それがまたあの怖いところなんだと思うんですけど。うん、生き物として怖いっていう。ええ。キンゴジなんかはまあ爬虫類顔じゃないですか。そうですね。まあ、ま、
正面から見るとカエルみたいな顔してるんですけど、キンゴジはなんかこう眉毛というか目の上がちょっと特徴的なんですよね、これはもうあのこうやって並べてみてもやっぱりちょっと唯一無二な顔なんで、うん、確かに。でモスホチからは作り方の話ですけど型を作ったらしいんですよね、頭の。ですんでそんなに違わなくなってくるんですよね、あのキャラクターになりましたよね、モスゴジラ、ね、そうですね、ゴジラみんなが知ってるゴジラの顔っていう、そうですね、これがあのベースですよね、まず昭和のゴジラこれがベースなんだと、でだんだん目がクリクリしてきて可愛くなってくるっていうね、そうです、なんでそっち行っちゃうかなと思ってましたけど、正義の味方になっちゃいましたからね、そうですね、この送信劇あたりから、うん、で、そうですね、だからその後で言うとやっぱ美容ゴジですかね、ビオランテのゴジラ、これもなんかちょっとゴリラじゃないけど、なんか真ん中から、うん、真ん中ですかね、そうですね、ちょうど真ん中あたりに、これはあの頭が小さくて首が長くて、はいはいはい、逆三角形、逆じゃないか、三角形か、三角形ですね、下に三角形で、すごい斬新でかっこいいなと思いました、はい、なるほどね、これがまたベースになってずっと、そう、ね、少しずつ顔が変わりながら、まあ、デストロイヤーのゴジラまでつながるんですよね、その後はやっぱ新ゴジラ、あ、これも好きですね、この白目の GMK のゴジラこれは怖かったですよね、なんかあの日本兵の怨霊みたいなね、そうですね、入ってたんで、なんかちょっとこう、ね、残留思念みたいな、そうそういう設定、なんかもう全くそのなんかこう容赦ない感じの顔ですよね、そうですね、これは映画の前半は好きでしたし、この着ぐるみも好きでしたね、なるほどなるほど、よくキット作ってました、あ、でその後だとやっぱシンゴジラになりますよね、うん、ここには載ってないですけど、そうですね、シンゴジラはまたちょっとなんかね、あれはあのひな形 CG に落とす前の立体物がありまして、はいはいはい、それをあの最初幕張かなんかで展示したんですよ、ね、ほうほう、それわざわざ見に行ったんですけど、映画の前ですか、映画の前ですね、はい、4、5ヶ月前かな、はい、それでもう、なんでしょうね、あれ、あのゴジラって実は初代ゴジラの前にひな形っていうのがありまして、はいはいはい、粘土のじゃなくて、あ、粘土の、そうです、ですよね、ですよね、あれがまたあの新ゴジラに似てるんですよ、あー、はい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 、だからあっから来てるんですよね、多分シンゴジラって、なるほど、やっぱ最初に戻ろうとしたんですよね、きっとね、そうですね、最初のスーツじゃなくてその前のデザインに戻ろうとしたんですよね、ゴジラのやつは結構有名ですよね、一作目、その辺もひっくるめてやっぱりまあ安野さんはオタクだなと思います、あれ最初に考えた人はやっぱすごいなと思いますよね、おしみつさんっていう造形の人がいまして、その人がずっと昭和のゴジラの顔とか作ってたんですけど、その人は天才なんでしょうね、キングギドラもそうですし、バランとかアンギラスとか全部作ってた人なんですけど、はい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 、この方がまあ天才というか、多分本当に多分粘土でクレーキットで最初型作られて、そうですね、これが初めです、ああなるほど、だからここを意識したんですよね、シンゴジラのゴジラって多分、なるほどね、特に顔なんかは、いや、あのシンゴジラはあの頭が割れて火吹くところはちょっと衝撃でしたね、何してくれてんねんと思って、あれはヘビなんですかね、うん、なんかこうブワーって割れてね、あ、そこのあれですよ、ゴジラだらけって真ん中あたりに書いてあるのが僕がやってたブログです、あ、そうなんですね、やってたっていうか今もありますけど、これはこのデザイン画をガレージキットにしたやつなんですよね、あ、なるほど、では劇中だとまたちょっと違うんですかね、ちょっと違いますね、うん、そう、あの最近のゴジラがあの首が短いなっていうのはちょっとずっと気になってんですよね、なんか最近のっていうか今回のやつですか、今回のやつもそうですし、ハリウッドがみんなもうすごいマッチョですよ、あ、ハリウッドはそうです ね、ハリウッドはそう、ハリウッドってやっぱ僕もあまりハリウッドのゴジラは造形的に好きじゃないんで、マッチョじゃなきゃダメなのかなっていうね、あれなんでですかね、何でなんでしょうねこれはうちのですね、ゴジラの逆襲はそうか、こういうちょっとまた顔が違うんですよね、まあ初代の動きやすくしたんでしょうけど顔もちょっと違いますよね、
私はだから小さい頃キンゴジがやっぱり一番なんか見た中では私が思ってるゴジラの顔なのかな、うん、なんかこれはあれなんですよね、本当に得意点なんですよね。ああ、ちょっと特殊なんですね。確かに爬虫類ですよね。爬虫類だし前から見るとカエル見たじゃないですか。確かに前から見るとあんまかっこよくないね。横から見たら横顔がかっこいいゴジラですよね。横顔はまあトカゲというかワニというか狼って言われることもありますし、まあなんかそんな顔です。モスゴジラあれですよね、猫顔です。なんか確かにちょっとなんか丸い。モスゴジってなんかあの映画だと足がめちゃくちゃ大きくないです。足映画びっくりしたぐらい足大きかったんですよね。なんか足大きかったでしょ。子供の時ってなんか絵描くじゃないですか。ええ、写真とかイラスト見ながら描くとこんな足大きいのって思いながら描いてた思いがあって、なんかモスゴジ足大きいってなんか印象がすごいあるんですよ。キンゴジとかもそうなのかな。ゴジラって大体そうなんですかね。あのやっぱり歩きにくいから大きくしないとダメらしいですよ、やっぱり足のひらを。なんか太ももがすごい、しないと倒れちゃうらしい、着ぐるみで中入ると。その方が引きずって歩けるんですかね、大きい方安定して。そうですね。あとすり足で歩くとかそういうのもあったみたいですし。ああ、はい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 、そうですよね。 ドスドス歩かないですもんね。そうですね。基本まあなんか動物はすり足だみたいなのもいろいろ考えてやってたみたいです。このミレニアムのゴジラが口がおかしいってやつなんですよね。ちょっと開きすぎ、口の関節がちょっと確かにちょっとおかしいですもんね。どこにあるんだっていう。あ、そうだね。フィオランテがお好きっておっしゃってましたよね。あ、確かに顔はかっこいいな。そうですね、これですね、フィオランテ。今回のマイナスはもう結構爪が長いですよね、なんかね。うん、ちょっと、ね、細かいディティールはちょっと今までのゴジラっぽくないところはありますね。足がこう甲羅っぽくなってたり。はいはいはい。だから普通の多分方はゴジラっていうともう本当にゴジラって思ってると思うんですけど、ええ、実はなんか正解がないっていうか、そうですね、毎回全然違っていくんですよね、ゴジラって、ね。ええ、いろんな人が思うものが、ね、何をそのゴジラとするかっていう、まあ、そこが引きつけられるところであったり、毎回同じ顔じゃないところとか、こんなに違うんだよなっていうのはちょっと改めて、まあ、ほとんどあれですよね、背びれがあってみたいなとこしか合ってないような。実はね、あと大事なのがあれなんですよね、眉なんですよね。ああ、やっぱりそうなんですね。眉は絶対あるんですよ、ハリウッドの以外は。ハリウッドのはちょっと薄くなっちゃってるんで、眉が。だからゴジラの顔に見えないっていうのがあるんです。なるほど。いや、これ多分普通の人は全然意識してないんだろうなと思うんですけどね。全然意識してないと思いますよ、こんなことを夜中に言ってんのは。だからキッズ集めてる人がね、いや違うんだって、お母ちゃんこれは違うんだって言ってるっていうのよく載ってますけど、またゴジラばっかりって同じじゃないのっていうね。そうです一緒です。違うんだっていうね。これなんとかゴジラなんだっていう、このゴジラとこのゴジラ違うって言っても、うん、見て普通の人が見たら同じに見えるっていう、うん、また同じもん買ってって言われるわけです。いや、そうなんですよね、全然違うんだよっていうね、どこが一緒なんだって多分ね、うん、好きな人は言うんですけど。いや、面白いもんだな、なんか。まあこの後どうなるのかね、ちょっと予想つきませんけど。まあ、あのキングダムの監督がにやらせんじゃないかみたいな話この間飲みながらしましたけど。どうなんでしょうね。でもその要はもう初めて登場しましたっていうゴジラをやるのと、あとそのね、ゴジラ対なんとかっていうので行くっていうのと、もうパターンとしてそれしかないんだと思うんで。どうなんですかね、ゴジラ対なんとかをできんのかなっていう。それこそあれですね、お金の問題があると思いますよ。単体で出すのと怪獣を戦わせるには多分 CG にかかるお金って全然違うと思う。そうですよね。日本で作るとなると今の予算だと単体しかできないのかもしれないですね。かクオリティ下げるか。
もうちょっとね、それは今更やってほしくないですしね。だからまあ対決もアメリカに任そうっていう感じかもしれないですね、予算的に。あのハリウッドの方も結局キングギドラ出したかったとかね、やっぱりそういうのがあったみたいですもんね。どうせゴジラやるならそこまで行きたいっていうね。あっちはだからまあ200億かけて10倍の予算でやってますからね、だから日本の予算じゃできないんじゃないですかね、対決ものは。ゴジラのライバルっていうと誰がいいんですか、橋井さん的には。ライバルはやっぱキングギドラになるんでしょうね。まあ、キングギドラっていうのはでも本当に考えた人天才ですよね。個人的にはアンギラスですけどね。いや、そう、なんかゴジラの逆襲誰かやってくんないかなっていうのは実は思ってるんですけどね。ああ、山崎さんが次作るならできるかもしれないですよね。なんかね、ゴジラは生きてまた最初からゴジラが、ね、ええ、この天敵のアンギラスと戦うっていうのはありかもしれないですね。アンギラスはなんか昭和シリーズで最後の方で結構ひどい目にずっと会ってましたからね、あのなんとかしてくれっていう、かわいそうなストロング小林ですよ。取り込まれちゃいますからね。え、最初は華々しくて、いや本当そうなんですね。いつの間にかなんか雑魚キャラみたいになっちゃってかわいそうな感じ。長州に負け、藤波に負けみたいな。だんだん下がっていくっていう。ええ、いやモスラとかね、私あの福岡出身なんで、はい、実はあのラドンっていうのは福岡から出てきたって。ああ、そうですね、ラドンで、あの天神の新天町っていうね、あのところで岩田屋とかあの西鉄電車をバサバサやるのが、なんで僕は対決もやるんだったらラドンとかバランとかああいうのリメイクしてほしいんですよね。バランってサイズ合わないですよね多分ね。バランってちっちゃいんじゃなかったでしたっけ。バラン、いやあれちっちゃいっていう設定はなんか嘘らしいですよ。あ、そうなんですか。ええ、あ、まあ、まあ、でもちっちゃいのかな、ゴジラとかと比べると。スケールが、なんか、あれがそうなんですよね、あのバラゴンがフランケンシュタインと戦うためにちっちゃい、ね。はいはい、あれは小さい設定です。いや、なんかほら、いや、だから逆にああいうのをリメイクしてほしい。いや、GMK みたいにこうかわいそうだとね、見ててつらいから、あの、赤い怪獣がやられていますみたいになっちゃうんで。ゴジラ以外のあの辺のラドンとかやってほしいんですけどね。あ、単体でね。単体で。いや、そう、あのラドンってただよく考えると、あの私地元の怪獣なんで応援してるんですけど、今飛んでるだけなんですよ、あのバサバサするだけじゃないですか。だからそうあの単体の恐怖映画としてはいいんだけど、戦うと弱いんだよなって。ギャオスみたいになんか吐くわ、はい、吐くわけじゃないんでね。あれはだからまあ逆に言うとアメリカの怪獣に近いですよね、クリーチャーに。でっかい怪獣って恐竜っていう、ね、でっかい人間が倒せるでっかい、そんなに特殊能力ないみたいな。モスラだってね、その最近のやつはなんかこうバトルモードとかありますけど、あの昔のやつはただ飛んでるだけですからね。そうですね、幼虫は強いですけどね。唯一ゴジラに勝ってますけど。そうですね、モスラをリメイクしてもらうのもいいかもしれないですね。モスラって単体のやりましたよね、単体のリメイクって。あ、30年ぐらい前ですよ、前ぐらいに。ああいうんじゃなくて、ああいうんじゃなくてね、なんかちゃんとああいうんじゃなくて。ただあの南海の孤島っていう設定がもう難しいのかもしれないですよね。そうですね、南海の孤島とかなんか秘境とかいうのは難しいですよ。そうなんですよね、なんかああいうなんかあのやっぱりあの当時ってやっぱ南洋ブームじゃないですけど、なんかその結構あちこちにその要はハワイアンセンターみたいなのができて、なんか南の島の楽園みたいな、なんかこう日本人にこうあれがあった時代の多分憧れみたいなのありました。憧れみたいなのなんかあるんですよね。そうですね、モスラのあの単品作品とかがすごい面白いんですけどね。バランなんか東北の秘境ですか。国内なんだそれが。東北に秘境があるのかっていう。ちょっと問題になりますね今だったら。どこにそんなとこがあるんだみたいな。でも当時は多分道も通ってなかったんで、そうだったんだと。そうなんでしょうね。まあそういうのが成立しにくい世の中になってます。そうなんですよ。それこそ昔はあれですもんね、キングコングとかも。いや、キングコングがまさにそうでしょ。そうですよ、南の島の。そう、もう神様ですもんね、モスラもキングコングもね。知られてない島にいましたみたいな話ですからね。そこにまあ、ドクロ島の巨神でそれをやってますよ。そうそうそう、まさにそうですよね。
なんか そういうところも含めて、この当時の昭和のゴジラはなんかこう文化的ななんか匂いがして好きなんですよね。なんか、うんうん、当時の昭和の人っていうのはこういうところに憧れちゃうんだよなとか。で一応なんかこう現代社会とのこう対峙と風刺みたいなのが入ってるじゃないですか。入ってますね。文明と文明体ね。その辺は本当にドクロ島の巨人とかでやってんですよね。うん。まあでも向こうのシリーズももうね一通りね変な方に行っちゃいましたし、うん、もうちょっとやり尽くしちゃった感があるから、結局東宝がやってた VS モロみたいになっちゃいました。なっちゃいましたからね。まあこの次に何が出てくるのか。そうだ、ゴジラ対ガメラっていうのはやっぱりできないんですかね。僕はあんまり魅力感じないんですよね。やっぱりそうなんですよね。世界観が違うんで、うん、一緒に出たから面白いってもんじゃないんですよねきっとね。そうですね。ババ対猪木みたいなもんですよ。永遠に交わらない方が、見たくないじゃないですか。やっぱそう別にどっちが勝ったり負けたりしても欲しくないんですけどね。そうですよね。だからキングコング対ゴジラみたいに両者リングアウトで終わるしかないんだろうなと思うんですけどじゃないですか。いや本当に不穏試合でやるんだったら見たいですけどやんないでしょ絶対。なんかほら大体もう一匹出てきて一緒に戦うみたいになっちゃうじゃないですか。そしたらね、なんでまあ見たくはない。それも嫌ですもんね。世界観違うんで別に、うん、いいんじゃない別でっていう。ガメラもどっかでまたやるんですかね。アニメでやったじゃないですか。アニメでやりましたね。やってましたね。ネットフリックスで、うん、どうなんですかね。あれの反響とか見て様子見てるのもあるのかもしれないですね、うん、どうなんでしょうね。結局怪獣映画って国内で作ろうとしたら、さっきお話ししましたように20億とかかかるわけですよ、はい、まともなの作ろうとすると、うん、そうするとやっぱりハードル高いんでしょうね、うん、リクープするのが大変なんですよね。今なかなか20億かけて映画作るってないじゃないですか。昔の角川春樹もいないわけですし。そうですね。その映画館に人を呼ぶっていうのはね無駄に豪華なことしてたじゃないですかあの頃。ね、本当にね。あれはまあ角川さん自体もあの時代でもおかしいって言われてましたからね。そうそうですよ、うん、その人がああいう人がいないと、ああいう、うん、あ人会社がないと難しいでしょうね。あの常識的に考えたらやめとこうかになるんですよねきっとね。そうですね。そうすると今のゴジラぐらいが限界なんだ。そうするとやっぱりあの大々的に対決もやるの結構難しいんだと思うんですよね。でもなんかねずっとゴジラが出てくる話だけっていうのもなかなかきついだろうなと思いますしね。そうですよね。そうするとまあまた5年ぐらい空くんじゃないですか。何が今度生まれてくるのか、まあ楽しみにするしかないんですけどね我々。5年ぐらい空いてまた技術が進んでもう少し安く対決ものが作れるようになればやるかもしれないですよね。そうですね。多分今の予算だとあの例えばマイナスワンのクオリティを維持できないと思うんですよ。そうです、ね、もう一つ怪獣が出てきたら、まあ、あとやっぱり2時間っていうね枠がある中でやるとなるとやっぱり話どちらかっちゃうでしょうし。そうですね。キングコング対ゴジラなんかもうコメディじゃないですか。いやあれは面白かったですよね。ああいうことを今できる人がいるのかなっていうとこだと思うんですよ。役者さんとして、いや、脚本書いて。あ、脚本ね。そうですね。喜劇映画っていうもの自体がもう今死滅しましたからね。そうですよね。当時はいっぱいいたんですよね、社長シリーズはじめね。そういう役者さんも多かったし。役者さんも多かったし。まあ、三谷幸喜なんですかね。そうですね。三谷幸喜さんだったらそうですね。三谷幸喜がゴジラ撮るとどうなるんだろうな。なんかそのずっと劇中劇みたいな話になりそうじゃん。多分ゴジラのファンからはソース感くらいそうですよね。ゴジラを撮影してる現場のコメディみたいになりそうですそれなら容易に想像つきますねゴジラを作る人たちのね作る人たちのなんかあそれは面白い、ね、がめっちゃかみたいな、うん、まあなんかそんなになりそうですか。難しいと思うんですよねやっぱり。そうですね。本当次を今から心配してもしょうがないんですけど、なんか次どうするんだろうと、シン・ゴジラの時も思いましたから、山崎監督がそのハードル見事乗り越えたがゆえに、この次どうするんだろうっていうのはね。また出てきますけど、うん、まあ、山崎さんが通るのかな、それかさっき名前出させていただいた、そのキングダム撮った佐藤さんっていう、はい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 、キングダムとか、アイム・ア・ヒーローとか撮ってる人なんですよ、はいはいはい、犬屋敷とか。
はいはいはい、そうか、あの方もそうで SF できる人ですよね。なるほどなるほど。で対策もやってて、そうですね、一応実績、もう実績ない人に投稿を取らせないような気もするんで。そうでしょうね、やっぱ役者さんのね、使える人っていうことも大事でしょうからね。そうですね、うん、そうするとその人しかいないのかなとも思った。なるほどなるほど。いやー、でも誰がやるにしても大変だなゴジラは。いや大変です ね、 ね、大変になっちゃいましたね。大変になっちゃいましたね。ハードルが上がってきちゃいましたね。昔はすごく低かったんですよ。2000年代あたり。はい、ありがとうございました。ちょっと長くお話しいただきまして、はい、いえいえ、こんな話でいいんですか。いや全然面白い。低がってくれる人は面白いと思いますね。もう私のチャンネルはその路線で行こうかなと思って。もう一般受けはしないので、どっちみち映像は。まあ、またちょっとパシンさんには今度は猪木をですね、語るのをちょっと一緒にやりたいなと思いましたので、はいはい、まあ、木村さんもちょっと交えてできたらと思いますので、はい、はい、まあ、いつも喫茶店とかデニーズでやってるんですけど。遠藤幸吉の話を。北米タックの話とね。はい、北米タックの E ロックの話と遠藤幸吉の話で。次回はぜひ。はい、ありがとうございました。じゃあ今日はありがとうございます。この辺で、はい、じゃあ締めさせていただきます。まあ私の、はい、チャンネルはこんな感じのいろんなエポックメイキングなものがテーマということでやらせていただいてます。毎週金曜日公開で、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう、さようなら。さようなら。